松山市鴨川2丁目の鴨川中学校をイメージし、生徒がデザインしたゆるキャラカモモの着ぐるみが2日披露され、生徒の人気を集めました。始業式の後に開かれた生徒集会で、カモモが生徒会長の久世京子さんに手を引かれて、短い手足を振りながら登場すると、生徒からは一斉にどよめきと拍手が起こりました。カモモは久世さんの通訳で、これからみんなの友達カモ、よろしくカモと挨拶しました。カモモは校章に使われているオリーブの冠をかぶり、地域特産の宮内旅館にちなんだオレンジ色のマントをつけたカモの姿をしています。去年の秋、全校生徒の人気投票で選ばれ、今後は校内外のイベントで活躍する予定です。可愛いので全校生徒にも愛されるし、地域の方にも愛されて、地域の方と鴨川中学校との挨拶の輪が広がるといいと思います。ゆるキャラグランプリに出場させたいと考えているので、出場できたら投票よろしくお願いします。